こんにちは、トップイングの菅沼です。トップイングサイバーサウンドグループの新製品ご紹介いたします。 iFi オーディオのですねネオストリームというのが出ます。今回、世界初公開、ヘッドホンサイズ世界初公開になります。で、ネオ IDS で大変ご好評いただいていた USB ダック、まあ、Bluetooth も何でもいける、デジタルインがあるダックでしたけども、今回ネオストリームは基本的には全ストリームの上位機種とお考えいただいて、基本的にはデジタル出力、USB、SPDIF はもちろん、光、ASBU、そして ISKIS が付けました HDMI です。で、PS オーディオ規格です。の、出力が付いた、PC もナロッパ DS51 に対応のストリーマーです。で、ここ、ディスプレイが全ストリームと違って付きまして、なんと今かけてる音楽のですね、ジャケット情報なんかも出るようになって、デスクトップユースとして非常に使い勝手がいいモデルに進化しました。で、音質の方もですね、もうちょっと全ストリームとは比べ物にならないぐらい、進化しまして、まあもちろんその内部的な回路も全ストリームとか完全にブラッシュアップ、グレードアップして、かなり、やっぱり iFi らしく、もう上位機種、まあ他社、他ブランド他社の上位機種を食っちゃうような内部構成になってるんですけども、もう何よりですね、ちょっとこちらに来ていただいて、LAN の入力なんですけども、まあ、見慣れた RJ45 の入力、普通のLAN端子の入力があるんですが、その両脇ですね、今、ハイエンドユーザーで大変人気、M12 の規格、そしてですね、光ファイバーの入力もついてます。で、さらにですね、光ファイバーの入力で、LAN との、いわゆるメディアコンバーターも、ネオストリームについてくるという。なので、もう、で、箱から出したらその時にもう光アイソレーションがもう標準で使えるという、非常に何ですか、音質に、考慮した、構成になっています。で、大体ですね、もう発売秒読み段階、今、日本に最終プロトというか、製品出荷前のモデルが来て、今ファームウェア等と本国とが調整している段階なので、発売まで秒読みといったところで、もう近々発売予定。価格はだいたい20万円前後ということを、見ていただければと思います。で、あと、ネオストリーム、デジタル出力の他にアナログ出力もついてます。一応これは、まあ、おまけ程度で、RCA のシングルエンドと 4.4 ミリのバランスの出力もついてます。で、まあ、カジュアルに一体型で、ネットワークプレイヤーとして使うのもよし、で、まあ、こういうふうにネオシリーズ組み合わせて、いわゆるデジタルトランスポート、DAC というふうに組み合わせて、さらに、上位の音質を狙うもの、もう何でも声のネオストリームです。今年の後半、大注目のアイテムです。ぜひご期待ください。